申し訳ありません。あのような重傷を設備のないところではどうしようも。いえ、無理もないことです。最善を尽くしてくださりありがとうございました。私がカノンさんを一人で行かせなければ気に病むことはない。仮に一緒だったら熊沢も襲われていたかもしれん。それに愚かにも先走ったゆえの自業自得だ。そんな言い方ってねえぜ。カノン君は犯人の姿を見つけて勇敢に立ち向かったんだ。熊沢さんも一緒だったら犯人は躊躇して逃げることを選んだかもしれない。ジェシカ、今は言葉をかけるべきじゃない。僕だって、そしてバトラ君もだろう。もう何が何だかわからなくて心が張り裂けそうだよ。大丈夫だよジェシカ、パノンにだってまたすぐ会えるよ。よしてくれよ。そういう慰めはいらねえぜ。ベアトリーチェは死者も失った愛すらも蘇らせる。だからきっとすぐに会えるよ。そしてきっとみんなで穏やかに過ごせるから。カノン君を殺したのがマリアに昨日手紙を渡したっていうベアトリーチェなのか。そいつはどこにいるんだよ。どこに隠れてるんだよ。私が見つけて引き裂いてやる。言えよ。知ってるんだ。お前は何を知っていて何を隠してるんだ。話しやがれ。お嬢様、おやめください。ベアトリーチェはいる。畜生、ゲンジさん離せよ。マリアが犯人を知ってる。しかもそいつは知ってて隠してるんだ。そして俺たちの内情を伝えて殺しの手引きをしてるに違いないんだぜ。ジェシカ、静かにしなさい。マリアちゃん、僕は君が断じて犯人ではないことを知っている。君はいつも僕たちと一緒にいたし、犯人なんかと通じている時間はなかった。だから聞かせてほしい。君に昨日手紙を渡したベアトリーチェとは誰なんだい。兄貴、同じことは俺もさっき聞いたぜ。返事は同じさ。マリアちゃんの口から聞きたい。ベアトリーチェとは誰なんだい。言ってもどうせ信じない。それはどういう意味だい。ひょっとして僕らのよく知る人物が犯人で、君は何かの事情からそれをかばうために黙っているというのかい。君はあの手紙を誰にもらったんだい。ベアトリーチェにもらったんだよ。何度だって言う。手紙はベアトリーチェにもらった。ジョージお兄ちゃんがベアトリーチェを信じないのは殴れる相手じゃないから。
ジョージお兄ちゃんはやるせない気持ちを暴力に変えて誰かにぶつけたいと思っている。だから殴れる相手が人間じゃなきゃ収まりがつかない。だからそんなジョージお兄ちゃんには真実を話しても受け入れられない。だから言っても無駄、信じない。でもマリアは何度も言うよ、真実だから言うよ。ベアトリーチェはね、いるの。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるよ。マリアはそこに行くの。ベアトリーチェが約束してくれたの。その世界ではママも優しくてパパも一緒で優しいの。マリアは早くそこへ行きたいの。みんなはベアトリーチェのことを恐れている。そしてそれは無理もないことだけど、なら安心して。ベアトリーチェは言ってたよ、台風が去るまでに全てを終わらせるからって。あ、痛い。饒舌なマリアも嫌いじゃねえが、とりあえずはそのくらいにしとけ。魔女はいるいる言ってたお前にとってさぞや現状は愉快だろうが、とりあえずそいつはお前だけで噛み締めとけ。他人にまで押し付けるんじゃねえ。おお。こいつ前から気持ち悪いやつだと思ってたけど、おかしいぜ、どっかおかしいぜ。バトラは思わねえのかよ。ケンジさんは、熊沢さんは、母さんはどうだよ。マリアは犯人の正体を知ってて隠してる。確かに直接手を下してるわけじゃないかもしれない。でも間違いなく犯人の一味だぜ。そうさ、スパイさ。マリアちゃん、不謹慎な話を慎むべき時もあることを知りなさい。これ以上混乱に油を注ぐような真似が過ぎればおばさんも本気で怒ります。とにかく今は仲違いをしている時ではありません。犯人が神出鬼没に屋敷内を出入りしていることが間違いなくなった今、私たちは明日まで身を守ることだけに専念しなくてはなりません。夏日おばさんに極めて同感だぜ。犯人探しは今夜ゆっくりできるさ。今はどこで籠城するかを考えた方がいい。私も同感ですが、私も含めもうみんな体も心も限界まで打ちのめされています。今からそれを考えた方が賢明でしょうが。そういうこった。敵はマスター級に準ずるものを持っている公算が高い。シャノンやカノン君、ゴーダさんはマスターキーを持ってましたか？はい、勤務時間中だったなら身につけていたはずです。現場をいじらない方がいいってんでそこまでは調べなかったろうが、誰かの鍵が奪われている可能性は否定できねえな。そもそも犯人はバラ庭園倉庫のシャッターを開けるために一度使用人室を訪れている可能性があります。そこでマスターキーをすでに入手していると考えて間違いないでしょう。
仮に殺された使用人の誰かのポケットから鍵束を拝借したとして、その鍵でも開けられない安全な場所はあるのか。私たちはお仕事の都合上、全てのお部屋の鍵を預かっております。お屋敷もゲストハウスも全てです。つまり私たちはどこへ立てこもって鍵をかけようと、意味がないってわけだ。ちょっとだぜ、鍵なんかいるもんか。来るなら来やがれってんだ。返り討ちにしてやるぜ。敵は正面から来ないよ。最初の6人はともかく、母さんたちやカノン君、そしておじい様の霊を見る限り、敵は孤立した人間だけを狙ってる。一部屋に固まっている僕たちのところへ堂々と乗り込んで来られるほどの力はないんだよ。そうだな、兄貴の言う通りだ。ひょっとするとおばさんのライフル銃が抑止効果として成立してるのかもしれないぜ。なら良いのですが。マリア、言いたいことがあるんだろうが、そいつは飲み込んでしばらく黙ってろ。よろしいでしょうか。一箇所だけ、使用人の鍵束でも入れない場所。それはどこです？はい、親方様の書斎です。私は反対だぜ。じい様の気持ち悪い部屋になんか入りたくない。あの部屋に入れる鍵は何本あるんですか？2本です。1本は常に私が、もう1本は親方様がお持ちでしたが、先ほどボイラー室の遺体からこれを。本来なら警察のために鍵も残すべきだったのですが、親方様より書斎の留守は必ず守るようにと仰せつけられておりましたので、私がお預かりさせていただいておりました。なるほど。ということは金蔵さんの書斎は唯一の安全地帯というわけですな。そういうことになりますね。あの怪しげな匂いの部屋に一晩も立てこもるなど考えたくもありませんが、あの部屋が一番安全であることを今は認めなければならないようです。その安全な部屋に閉じこもってたじい様を犯人は連れ出して殺してる。絶対安全とは言い切れないけどな。バトラ君の説のおじい様がうまくレシートをやり過ごして自分の意思で部屋を出たと考えるなら、牢状の価値はあるかもしれない。へえ、楽観的すぎだぜ兄貴。じいさんの部屋ってのは8人で押しかけても大丈夫なくらいの広さなんすか？はい、ベッドにソファー、毛布類もありますので、贅沢を言わなければ十分に夜を越すことができます。流しにご浮上、
冷蔵庫に酒棚もあります。ヒュー、そいつはすげえぜ。しかしおかしなもんだな。自分の家の中にさらに自分の家を作ったってのか。島を丸ごと買って自分の夢を全て実現しきったじい様の最後の家にしちゃ随分手狭なんだな。そうですね。いつの頃からかお父様にとっては屋敷内ですら心を許せる場所ではなくなってしまったのでしょう。そこに引きこもっていたのを私たちは嘲笑い、そして今度は私たちがそこに立てこもろうってわけだ。ジェシカちゃんは立てこもるより犯人を探しに行きたいという感じだね。もちろんこっちから探しに行って見つけられるなんて思っちゃいないぜ。結局は待つしかない。ならどこで待ったって同じだろ。逃げも隠れもしない。客までテレビでも見ながらのんびり現れるのを待とうじゃねえかよ、ベアトリーチェ様をよ。現れなければ現れないで十分です。犯人を暴くのは私たちである必要がないからです。正論ですが、警察が来るまで危険を冒すべきではありません。ありがとう南條先生。私はお父様の書斎に移るべきだと思います。確かにお父様が連れ出された可能性があり、絶対の安全が保証されているわけではない。しかしバトラ君の推理のお父様が何らかの方法で自ら書斎を出て外で襲われた可能性も否定できません。Thank you.